皆さん、こんにちは。ICO コンサルティングの古山義明です。私たちがお勧すすめする事業承継の対策の一つが、種類株式を使うという対策です。この種類株式というのは、2006年に新会社法が制定をされて、その時にこに活用の幅が大きく広がったんですね。でこのの種類株式というのは 9種類の株式があるんですが要は株式に9つの色がついたというふうに思えばいいんですねでどんな種類のものがあるかというと議決権をなくすであるとか配当優先ができるであるとか拒否権をつけれるとかですねあと分散を防止する方法がありましてそういった9種類の中から大きくは4種類を使うんですけどもそれを組み合わせることによって えー、株式の対策として活用していくんですがこれをすると株式の相続税というものを極端に言えばゼロにできるというこのう画期的な方法なんですね、うん、でところがですねこれを、えーまあ、お話を聞いた経営者の方が顧問税理士さんなんかに話をすると、えー、いやそんなことはできるはずがないとかですね、えー、そんなことはありえないと。 いうふうにこうおっしゃられる方が多いんですがこれはですねあの大間違いでですね顧問税理士さんは大概その税法の専門ですから税法で判断してしまうとおかしいということになるんですがこの種類株式というものは会社法ですから管轄が違うんですね。 えー、民法の一つですから、えー、この会社法に基づく方法というものを使うことで、えー、事業承継を進めていくと事業承継というのは発行済みの株式の過半数を持たなければいけないというものではなくってこの観点から、えー、考えて種類株式を活用していくと。 いいうこことを進めていくんですが、えー、この具体的な実務であるとか実例であるとかいうことをぜひ知りたいなという方は今回のセミナーにお越しいただきたい特に株価が高くて大変だとおっしゃる方ですねこういう方々にこそぜひ知っていただきたい方法ですので皆様のご参加をお待ちしております。